大主ガルーダの心 S4 つ揃います。これまでにゲットしてきた大主ガルーダの心のランク SABCD それぞれ何個ずつゲットしてきたのかをお伝えします。はい、皆さんどうも、三輪銀の浜田聡でございます。はい、サブチャンネルのドラクエウォークやっていこうと思います。はい、数日前にですね終わったメガモン大主ガルーダなのですが、はい、 S4 つですね、私なんとか揃えることができました。これまでにね、何匹討伐して、どれだけ、ですね、SABCD の心をゲットしてきたのかということをですね、お伝えしようと思います。今出ているのが、モンスター図鑑の大主ガルーダの画面で、ありまして、はい、55匹倒してきたというのが、まあ出ております。で、今からですね、私の持っている大主ガルーダの心をですね、まあ見ていこうと思いますということで、工房のですね、心グレードアップの画面を、はい、見ていきます。大主ガルーダですね、こちらですね、はい、コストが111か、はい、で、今ね出ておりますが、はい、上の方に S が、はい、出ております。 S が3つあります。そして こちらね、今出てるのはもう全くグレードアップもしていないものになります。大主ガルーダの心をゲットしてそのままでですね、はい、グレードアップは全くしていない状態になります。で、まあ S がね3つあって、 A が2つで、B がですね8個あります。はい、で、まああとね C と D がたくさんあって、合計ですね、討伐数と同じ55になり、55個のね心があるということになります。まあ、こんな感じになるわけなんですが、で、それぞれですね、SABC の心をですね、どれだけゲットしてきたのかっていうのをですね、数字にして出すとこのようになります。はい。はい、S3 つ、A が2つ、B が8個、で、C が12個、D が30個、合計ですね、はい、55個ということになります。で、まあ、55、討伐してですね、S がまあ3つ、直 S3 つ出ておりまして、まあなかなか確率としては悪くないなという感じですね。まあね、S については 5% 以上のね、確率で出ておりますので、まあ本当にこれ、まあ正直ね、自分の運が良かったっていうのも、まああるのかもしれません。まあちょっとたまたまかもしれませんが、一応ね、こんな感じで、紹介の方を、しておきます。まあA2 つと B8 個とかですね、ちょっと合成の方をしていくとですね、これさらに S が1つできるということになりますので、ちょっとここでねですね、少し時間がかかるかもしれませんが、S をね1つ作っていこうと思います。ちょっとスキップどんどんしていきます。今ね B の心をですね A にグレードアップしているところです。 B はね4つで、はい、A 一つができるということになります。で、A はね、5つないと、確か、S にはグレードアップできないので、ちょっと C の方をですね、グレードアップして、A の方、A の心をですね、作っていこうと思います。ちょっと、この作業をですね、やっていこうと思います。はい。ということで、すいません。ちょっと、少し一時停止をします。はい。はい、今からですね、B の心をですね、A にグレードアップしていきます。はい。はい、B の心を A にグレードアップしてですね。で、これで、はい、A の心が5つになりましたので、これで S の心を作ることができますということで。はい、まあ、これだけはですね、演出の方を見ていきましょう。A の心が5つで、はい、S の心にグレードアップになりました。はい、コストが111で、まあ、最大 HP 187、MP が、はい、100で、攻撃魔力が95ですね。あと、素早さが90、器用さ81ということで、まあ、攻撃魔力と素早さが非常、まあ、それなりに高い心になります。で、特殊効果としてですね、呪文ダメージプラス 5%、あと、メラとバギーの呪文ダメージがプラス 7% ということで、まあ、一応ね、呪文でのね、攻撃については汎用的に、まあ、使えるところだと思いますけど、まあ、特にメラとバギではですね、特に、使いやすい心になるのかなと思います。ということで、はい。と
ということで、これで S が、はい、4つ揃いましたということです。まあ、55匹討伐で、まあ、S がね、4つ揃ったということで、まあ、皆さんにとって、これがちょっとね、参考になるかどうかわかりませんが、まあ、参考になれば幸いです。まあ、私にとってはですね、ちょっと、あまり、S4 つ揃えるのに、それほど苦ではなかったなという感じはしますけど、皆さんにとってはいかがでしょうか。はい。というわけで、まあ、ね、S4 つ使う機会があるのかどうか、ちょっとね、わかんないですけど、まあ、一応、そんなところでございますということで、はい。というわけで、今回の動画、まあ、以上になります。はい。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。